ディープジュエルス TV。 やーい、ありがとうございます。盛り上がってる、盛り上がってる。はい、この番組は何が始まったのって目で見られてます。そうですね、びっくりしますよね、何の説明もないのにいきなり始まって、すいません、大丈夫です。はい、この番組は TV ライブ、飲んでるお客さんです。ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に発信する参加型公開生放送番組です。では初めに自己紹介をします。私 MC を務めます茂木康子です。なんだこの間があったという、同じく MC を務めますネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。お願いします。皆様卒業おめでとうございます。またです。ありがとうございます。完全にチンピラですね。沼田さん今日は大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。スカジャン着ると誰もがチンピラ。職質気をつけてくださいね。職質率が上がりますね。はい、この番組は女子総合格闘技団体ディープジュエルスに出場する選手たちの魅力をくまなく伝え、ディープジュエルスをみんなで盛り上げようという番組です。間違いないです。間違いないです。ディープジュエルスはどんな団体なんでしょうか。はい、女子総合格闘技の興行を行う団体です。そしてこの番組は参加型公開生放送ということで、視聴者の生の声が届いてるでしょうか。現場の沼田さん。沼田さん。はい、沼田。タイムラグが、タイムラグがちょっと遠いところに。ニューストリーム808553。待ってました。おありがとうございます。僕たちも待ってましたよ。待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ現場の沼田さん、またなんか入りましたらよろしくお願いします。お願いします。お返しします。もうあんまり遅いと来ちゃう。中継タイムラグだ。なるほどね。はい、お待ちしてます。そして本日は杉並区高円寺にありますリトルウィングさんより公開生放送でお送りしております。それではこのお店の店長さんに登場していただきましょう。店長兼ロックバンドレプリカのギター P さん。イエーイ、P さん、イエーイ。おレプリカ、おレプリカ T シャツだ。合わせてます ね、 袖、 ね、袖。こちらも前回完売した T シャツですね。シンプルですね。なんですけど、ちょっと全然ネタがないんで、はい、もう買いました。お店紹介とかしないか。マジですか。お店の紹介とか、次回告知があるの。次回じゃあ、次回じゃあ告知ができると思う。あら、知ったくお店の紹介とかなし。ありがとうございます。いや、店の告知をすればいいと思うんですよ、ね、僕は。いまだリトルウィングは何なのかっていうのはね、不明のままで。本当にあの人は店長なのかっていう、じゃないですね。本当にこの店がリトルウィングっていう名前なのかっていうのもちょっと怪しいところですね。あの高円寺にある串カツ屋さんで、そうですね、串カツっていう字はすごくよく見えるんですけど、リトルウィングの文字がどこ見てもあんまりこう見当たらないという不思議なお店です。関係ないんですね。関係ないと思います。はい、店長兼ロックバンドレプリカのギター P さんでした。はい、ありがとうございます。茂木さんと沼さん、あの先週ゲストで吉田雅子選手に出ていただいてですね、はい、あの時に僕は思いつきで、吉田選手にこう衣装を作って、選手の、ね、コスチューム作ってもらって、それ番組の企画でやりましょうよって話をしたじゃないですか。言ってました。まああれ本当に軽い弾みで言っちゃったんですけど、はい、そうだったんですか。そうなんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。やべ、どうしよう、ちょっと伸ばさないと時間が余っちゃうと思って喋ってたら、あの止まんなくなってあそこまで行っちゃったっていう。マジですか。出来心。そう、ちょっとした出来心です。だだだだ。まあそんな背景があるんですけど、はい、まあいろいろちょっとですね、吉田雅子選手等と関係者の皆さんにいろいろヒアリングをした結果ですね、上層部に、上層部に、ある組織の方にもですね、ちょっと交渉を重ねた結果、この番組の中でちょっとコーナー化することにさせていただきます。なるほど。はい、まあ、吉田雅子選手と一緒にですね、あとこの番組の方で、はい、選手のコスチュームをプロデュースしようというコーナーですね。はい、まあ早速来週から、まあ、コスチューム作り、まあ、デザインですとか、まあ、まずコンセプト作りからですね、はい、というのを決めてってですね、まあ、デザイン、コスチュームのその進捗等々をこの番組の中で発表をさせていただいて、で運が良ければ
その選手が5月18日の大会にもしかしたらそのコスチュームを着て出ることになるかもしれないという。なるほど。運が良ければなんですね。まあ、そのマッチメイク次第なんでそこは。あ、はい、そういうことなんで。じゃあ途中ユーザーワイヤーからの中継とかあるんですか。そうですね。記事を選んでる。ユーザーワイヤーのおばちゃんとこうレジでこうやるところとか、ね、メーターもっと安くならないのなんて、そうそう、そういうところから逐一こうやってきますんで。なるほど。はい、で気になるその、まあ、対象となる選手なんですけども、はい、それはちょっと次週発表させて、決まってるか決まってないかはちょっと言えませんけど、なんで、決まってるか、いや決まってるんですけどって言ったらちょっとしらけちゃうじゃないですか。ああ本当は決まってんだな、あそそ早く言えよ、ね、大人の事情で来週に引き延ばすんだなっていうふうに思われるじゃないですか。違います、まだ決まってません、はい、リアルタイムでこれも番組の中でこうお伝えしていきますんで、次週以降皆さんこちらの方もお楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあというわけでお待たせいたしました。本日のゲストに登場していただきましょう。5月18日のディープジュエルス4でタイトルマッチが決まりました、杉山静香選手です。イエーイ。怖い怖い、ノリさんの登場仕方じゃないですか。よろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、私事なんですけど、はい、ちょっと大阪帰りなんですよ。いきなり大阪土産をちょっと買ってきたので、それは中之島ラスクキャラメル&アーモンド。一番食べたかったやつだ。私も一番食べたかった。うまそうじゃないですかこれ。一番食べてんだよそれ。これちょっと食べながらね、中田さんが言うと超遅い。中之島ラスク、この度は中之島ラスクを買え、まあいいですねこれね。奥様の実家方面ですね。どうぞどうぞどうぞ。いただきます。一人2枚食べれます。美味しそう。ちょっとね、ありがとうございます。これ見て、パッケージ見て、すげえうまそう。食レポ、食レポですね、これ。じゃあ食べながら行きましょうか。いただきます。ということで、杉山選手、今回はですね、前回大会の試合のことやプライベートのこと、そして次戦のタイトルマッチについてなど、いろいろ深く掘り下げてまいりたいと思いますので、皆様、そして杉山選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、早速、前回大会の話をちょっと聞いてまいりたいと思うんですけども、前回2月の16日ですね、ディープジュエルス3で、佐藤瑞穂選手と戦ったんですけども、まあ、あれも確か美味しいですか。平田さん、はい、2836893、はい、平田さん気が利くなと。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。毎回どっか行くために僕何か買ってくることにします。そしたら、ありがとうございます。僕はあれですね、今気づいたんですけど、はい、僕がメインで喋るから僕は食えないっていうことに今気づいたんですよ。僕も一応食べないっていう気を使い方をしてるんで、コメントいただきたいですよ。あ、そしてですね、はい、朝銀67さん。あ、マジですか、朝銀さん。2週連続の高円寺、杉山静香さんがゲストならば現地に行かないわけには。素晴らしい、素晴らしい。でもね、朝銀さんね、僕がツイッターで、なんだっけ、来週は杉山選手がゲストに出るのか、で、来週はなんか見に行く試合がないみたいなこと言ってたから、じゃあもう僕は見に行かない理由はないですねっていうふうに書いたら、なんかまあ、でもなんか、無理やりなんか感染を入れようと思えば入れられるんですけどねみたいなコメントを入れて、何のためにこのコメントを入れたのか。これはもう明らかに喧嘩売ってるのかと思ったんですけど。これは絶対にもうコメントした人が知り合いなら絶対いじられる。そうですね、いじられたい人はコメントください。なので沼田さんも気が利くな。すいません。何が食べないから。何が？食べててくださいよ。いじられたい人はコメントにプロフィールとか載っけてくれればもうどんどん、ね、どんどん掘り下げていくんで、よろしくお願いします。はい、そんなことですね。はい、2月16日、はい、杉山選手、前回この番組に出ていただいたのが確か佐藤選手戦が決まった直後だったと思うんですけど、はい、お忘れですね。直後ではないんじゃないですか。もういいじゃないですか、そんな細かいことは。あれって言いましたから。リアリストが多いですね。すいません。曲がりましたよ。直後ではなかったんですけど。厳密にやらなくてもいいと思いますけどね。
確かあの時はこう踏み台にされないぞ的なことをおっしゃっててですね、でまあいろいろあったんですけど、試合前にこうどういう作戦で行こうとか、あと主にどういう練習をしてとか、そういうのってありますか？試合前にどういう作戦で行こうか、はい、試合をするにあたって。そうですね厳しいな、すげえ言葉に気をつけない厳しいな。いや違う違う、あれ打撃で行くとか、そんな難しい質問しました。あ、そっかあれ一生懸命練習した。はい、あ、そう、厳密に言うと、はい、なんか厳密に言うか、フックは打たないで、はあ、ストレートを打つっていう練習をす。げえ具体的ですね厳密ですね。なんか理由、そのフックを打たないってなんか理由があるんですか？なんか BA に正木選手っていう、はいはいはい、打撃のトレーナーはい、がいて、ちょっとお酒が好きで言うのに、はい、はい、フックは打たなくていいよ次はって言われて、なんかじゃあ特に理由があるわけではなくて、まあリーチ差あることを伝えたら、じゃあフックはいらないねって言われました。なるほど。そのユーストリーマー28389さん、拳の当たり心地はどうでしたかと。そうですね、試合は結局、2分未満ぐらいで、はい、TKO で結構佐藤選手のね、ここがガッと腫れててだったんですけど、どうでした実際試合やってみて印象とか、佐藤選手の印象とか、あと作戦通りにできたかどうかみたいなところでどうですか？はい、相手がサウスポーかオーソドックスかって結構大事じゃないですか、はい、でオーソドックスだと思ってたら、なんかこれは言っちゃいいのかな、なんか裏でみんな、アップするんですよ、はい、ミット打ったりとか、はいはい、でその場所取りとかも結構大変で、まあ、新宿フェイスは狭いですからね、はい、狭いから、はい、あ、こっちあの陣営いるわ、はいはいはい、こっちの狭いとこでやんなきゃって、はい、で、あそこにいるって思って、あ、いるから違うとこ行こう、うん、あれ今サウスポーに構えてませんでしたっていう一瞬を見たんですよ。はい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 、はい、でオーソドックスだと思って何ヶ月も練習してきたのに、はい、サウスポーだったことを直前にその可能性を感づいたっていうことがあって、はい、それってあんまり会っちゃいけないことだと思うんですけど、まあ、しょうがないんですよね、はい、見ちゃったんだから、はい、それでやっぱ試合パーンって始まったら右構えだったんで、おあれは何だったんだろう。サウスポー、最初サウスポーだと思ったらオーソだったって、オーソで練習して、で直前にやっぱサウスポーだったってなって、うん、オーソだと思ってたんですよ、ずっと試合の映像もオーソだったでサウスポーだった、でサウスポー得意だったからラッキーと思った、はい、それがオーソだったと、オーソだったと、やってみたら、あ、待って、オーソドックスだと思って練習してたら、直前試合ピーンってなったらサウスポーだったんですよ、はい、でサウスポー得意だから、はい、あ、サウスポー、相手がサウスポーなの得意だから、はい、ラッキーだった。なるほど、以上です。よくわかりましたねそういうことありますか？わかんないか、でも、あ、僕わかんないですね、対戦相手が右か左かなんてことは大概わかんないし、あ、気にしないとかじゃなくて、じゃなくてもう情報はわかんないです、はい、はい、わかります。右か左かってすごく重要ですよね。あの朝日さんからですが、あの日杉山静香さんの試合を初めて見ましたが、強さを感じました。お、本当ですかどうですか、あの戦ってみて佐藤選手の印象みたいなってどうでした？佐藤選手の印象は、まあでも綺麗にわーってやってこないって分かってたんで、はい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 、あ、でも思った通りだなって感じ。じゃあ結構イメージ通りので、なおかつ自分の得意なサウスだったので、はい、まあ自分的にはなかなか納得のいく試合だったって感じですかね。おー、なるほど。あ、でもあの283689さん、はい、コーナーに押し込まれた時の感じはどうでしたか？ああ、押し込まれたっけ？何に
そんなシーンありましたっけ、その押し込まれた、うん、佐藤選手はあれですか、柔道ベースですからね、はい、あの試合はなんか、まあ、こんな終わった試合を一生懸命言ってもしょうがないかもしれないですけど、いやいや言ってください、あの試合はテイクダウンできたと思うんですよ多分感触的に、はいはいはい、やっぱり思ったより力がやっぱり背が低かったりして、はい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 、でもテイクダウン行く試合じゃないなと思ってあそこでわざと離れようと思ったらくるくるなっちゃったところがあって、なるほど、打撃で行った方が多分勝ちには一番近道なんじゃないかというふうに思ったところですね、試合の中で打撃の方がいけると思います、はいはいはい、なるほどなるほど、じゃあまあ別にそのたまたまちょっと流れの中でそうなっちゃったけど、ね、別にだからといってこう焦ったりすることも特になくっていう、そうですね、そういう感じですね、そうですか、じゃああれですね、結構ね佐藤選手の前の試合がおそらく多分ご自身的にはそんな納得のいく試合ではなかったと思うので、あ、はい、結構じゃあご本人的にはこう、まあ、次に向けてのいい流れができたかなって、そんな感じですかね、はい、なるほど、どうですか、茂木さんとか沼田さんとか試合ご覧になってたと思いますけど、なんかこうご覧になった印象というかみたいな、あれは終わりみたいな、ドクターストップで終わりみたいな印象だと思うんですけど、うん、そうではなくて、はい、シアンが狙って終わらせたのです、なるほど、なるほど、そうなんだ、え、違うの、そうだけどなるほど、おだって当てたんでしょ、はい、なるほど、まあ、運営側というか選手出身だからこそこう言えるこのあれですね、いや、シアン聞いた、あ、そうですねでも右が当たるって、あ、まあでも もちろん、はい、彼女が腫れやすいとかもありますけど、あると思う、うん、それはあると思うんですけど、はい、シアンがもう当たって当たったからまたそこに当てる、なるほど、そしてさらに腫れて終わった、なるほど、なるほど、そうそう、おなんかシアンのパンチはすごかったっていうことですね、なんか沼田さん、なんか感想とかなんか印象残ってることあります、今ので十分じゃないですか。わかりました。ちょっとね、短かったからね。じゃあ結構です。これあと、全員の選手に聞いてるんですけど、結構あの日ってもう会場が結構埋まってて、あの試合前から結構いい雰囲気だったと思うんですけど、なんかその辺こう、これから試合するって時になんかこうやっぱりいつもと違う感じとかってありました、うん、やっぱりいっぱい入ってる方がいい感じの圧迫感というか、はい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 、はい、あるんですよ、なんか、ああ、わかる、わかりますね、見てるんじゃなくって感じる、あ、そうですね、感じるのも多いですね、あ、特に、はい、何側かわかんないけど、入り口側、はいはいはい、の方がたくさん席があるじゃないですか、はい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 、あの辺わーって人が立ってたりとか、はいはいはい、埋まってるとやっぱり見られてる感じ、あ、正面か、はいはいはい、あの入り口の階段のとこ、確かに埋まってるとあの入り口の階段のところに結構人が立って見る感じになるので、なるほど、じゃあ結構やっぱ熱がを感じるというか、そうですね、おお、なるほど、まあそういうことなんで杉山選手ファンの皆さん、5月18日もぜひ会場を埋め尽くして、ね、埋め尽くしましょう、熱が伝わる入り口付近、特に、はい、そうですね、入り口付近でたむろってしまおうという、そういう感じでよろしくお願いします、入場がね、シェアは、ね、派手だからね、そうですね、入場が見せるわけで、そうですね、まあそんなことで、まあ、またちょっとね、次戦のことはまた後ほど触れたいと思いますけど、はい、また今回杉山選手のパーソナリティを掘り下げようとボードの方を準備させていただきます、杉山静香、身長165センチ、体重58キロ、まあ、ライト級でありますけど、まあ、これはね、次戦はまたちょっと変わるってことで、まあ、それはまた後ほど触れますけど、血液型 B 型、女子格二
に最も適してると言われている毎週 B 型が出てくるっていう、毎週最も適してると言われている B 型ですよ、はい、どうですか、なんかご自身で B 型であることを、実感する瞬間とかって何かありますか。B 型の友達が多い。あ、そうなの。私は B 型っぽく感じたことないんだよね。O 型っぽいかな。A 型っぽい。嘘。ちょっといいですか。はい、今の B 型であることを実感する瞬間ってありますかって言って、はい、B 型の友達が多い。で、なんて言いましたっけ今。B 型っぽくシアンを感じたことがない。はい。っていうこの流れ、前回とまるっきり同じ流れ。でも、私なんか仲良くなる人は僕毎回やって、僕は毎回前回と同じで毎回茂木さんが毎回同じリアクションするの。そうなんだって面白いなと思って。僕の友達がですね、はい、B 型飲み会ってやつやってるんですよ。B 型しか入れない飲み会は。なんか特徴として、はい、まあ徐々に増えていくらしいんですよ。 B 型の友達が B 型の友達を呼びみたいな。なんか B 型の人ってなんか人見知りじゃないふりをするって言ってましたけど。人見知りじゃないふりなんだ。本当は人見知りなんですか。どうなんですか。本当は人見知りなんですか。でも僕最初にお会いした時ってめちゃくちゃ人見知りされてましたよね。まだ格闘技の力が三茶の北東北でやってる時に、須鍋選手の時に観覧でいらっしゃったんですよ。一人でこう来て明らかにもう挙動不審の人が立ってるんですよ、入り口に。物質レベルです。大丈夫かなこれ言ってて僕あんまその時まだ女子格そんなに杉山選手のことは知ってたんだよ、名前は。でもこの方が杉山選手って分かんなくて、あ、なんか挙動不審な方が大丈夫かなと思って、で、入りますかって言ったら、でもなんか知ってる人いないから、でも文字文字文字みたいな感じだから大丈夫かなと思ったら、あれ杉山選手だと思って、で、なんかね、だからあの時ちょっと、杉山選手ってすげえ人見知りなんだなと思って、人見知りを通り越してちょっとやばいんじゃないかと思ってたんですけど、あの時はね。あまりに知り合いがいなすぎておかしくなっちゃったんじゃないですか。あの時は機嫌が悪かったんです。ああ、機嫌悪かったんですか。どんな、なんか、そんなことあんの。磯社長と一緒に来たかったのに、はいはいはい、社長がまだ来てなくて。なるほど。知り合い、もうドアウェイに。ああ、そっか、あれは、そっか、あれじゃ人見知りじゃなくて、ちょっと磯さんに対する怒りもあったわけですよ、あの感情の中には。なるほど。いないじゃないと。なるほどなるほど、そういうことだったんですね。来ましたね、結局、はい、そっか、じゃあ普段は別にああいう感じじゃなくて、まあでも不愛想な僕がいます。あ、そうですか。不愛想な僕がいます。そうですか。そうどうですか、茂木さんからご覧になって、杉山選手。でも自分からあんまり喋りかけにはいかないよね、最初はね。知らない人にはね、うん、慣れてくると喋りかける。はいはいはい。初対面の人には自分からはいかないよね。でも話しかけられたらすごいニコニコって答えると思います。僕だから2回目にお会いしたのがディープジュエルズ TV のゲストに出ていただいた時だったので。それが2回目確か。あ、そうです。あのコスチュームで来た時、その前かな。そうその前です。あ、私が行けなかった時か。違います。ディープジュエルズ TV がスペシャルで一番最初の時だ。そう、一番最初の時です。はい、あれが2回目だ。そう、あれ2回目なんですよ。でその時はもうすごいにこやかにご挨拶してくださったんで、あの全然そんな人見知りの印象もなかったし、あ、こっちが本当なのかどっちが本当なのかなって思いこのスマイルは営業スマイルなんじゃねえかなってちょっと思いましたけどあ、でもすごい感じよかったですよ、あの時の笑顔は。ありがとうございます。まあ平田さんの多分試合を見た後で、まあ、体を見た後だったっていうのはちょっと親しみ湧いちゃった、はい、そうですか、はい、体で親しみ湧く、すいません。僕なんか断るごとに僕の試合のことを言いますよ、ね、そうだね、シアンめっちゃすごかったんだ。なんか印象が強いじゃないですか、シアン。あれはでもね、僕本当にもう子供が生まれて2年以上もブランクあって、その復帰視点だったから、僕の中ではあの試合もう泥試合で納得いかない試合なんですよ。え、何月の試合ですか。茂木さん来てたやつです。見に行ってたやつ。あの大盛りで、はい、そうです。あのケープレースの2月ぐらい、3月ぐらい、はい、2月
12月ですね。あ、そんな前ですか、はい、それが印象なの、うん、そうそうそうなんだ。そうなんですよ、あ、ちょっと僕言い忘れちゃったんですけど、あえて杉山選手の写真をいっぱい載けてるんですけど、はい、杉山選手ってもう写真によってえらい顔が違うっていう。そうだね、本当だ。ほら、これなんか同一人物だと思えなくないですか。で、シアン髪が長いと全然印象違うよね。そうなんですよ。僕はなんかね、前回見た時にこの時の僕、これが一番好きなんです。うん、それかわいい、すごいお姉さんみたい。この写真とか、それはね、ちょっと別人ですよね、これ完全に。これなんかでも評判いいやつですよね。あ、でもちゃんと撮ってるんでしょ。何なんですかね、これ修正とかしてるんですか、なんかあのデジタル的 なメイクさんが。あ、メイクで。これが試合後で髪も短くてあどけなさすぎる。あ、ね、少年みたいな、うん、そうそう、なんかでまたお姉さんになってみたいな。そうそう、整形疑惑さえ取り出そうと。そんなに違う、まあ、あとこれすごいですね、うん、足これみたいな。ものすごい肉体ですよね。肩から足が。あの、杉山選手的に自分がこうどの髪型が好きだとか、うん、なんかあります？そうですね、ロングが好きですね。あ、え、なんで来たの？じゃあいつも。この間の試合ですけど。その前からじゃん。私、伸ばしてって言ってるの。伸ばしてるの。ほどけるから。まあ、そうですね。あれはね。髪弱くそうじゃないですか。髪がほどけて試合をストップしてしまいましたからね。これはね。ユーストリームは1947-09-3。今日初めてのコメントです。行くぜ、杉山静香2はいつ頃発売予定？1はもう発売されてるんですよね。そうですね。宣伝しときましょう。ちょっと、ありがとうございます。ご自身的に、あ、そうだそうだ、1の宣伝、まだあれ、なんか注文的なもの受け付けしたりとかってするんですか？なんか、私が見た時は Amazon 売り切れ扱いされてて。え、だいぶ前。マジですか？でもそれはまあ、入荷したのが少なかった。でも、あれって変な話、印税がちょこっと入るんですよ。はい、まあそうでしょうね。そうでしょう。で、そりゃそうでしょう。そう、それがまあまあ。マジですか？はい。それ印税率が高いのかな？それとも結構売れたってことなの？いや、でも佐伯さんとかに結構取られてると思う。マジですか？間にいる。マジですか？でも本人に入る印税って確かすごい低いんですよね。まあ多分 10% で多分が相場だと思います、多分。はい、あのレンタルとかもできるらしくて、ぜひレンタルしてください。あ、レンタル TSUTAYAに行けばあるんですかね。なんかネットで、あのクリキさんをレンタルした。レンタルしたの？え、ネットで？クリキさん買ってくれ。じゃあちょっとぜひね、あの TSUTAYA の18金のあのコーナーだから、くぐったらもしかしたらあるかもしれない。TSUTAYA ってあのリクエストあるじゃないですか。はいはい、これをレンタルに置いてください。あ、それを1本置いてもらいましょう。あ、ちょっと、そうだ、ちょっと各地で書いてもらえば。何でしたっけ、題名お願いします、もう一回。行くぜ杉山市。はい、これ皆さん TSUTAYA でぜひリクエストお願いします。1500店舗ありますから、ね、はい、ぜひお願いします。1500本分のあれが印税入りますよ、また。あ、そうだよ、やったぜ、やったぜ。あの2はDVD じゃなくて写真集がいいんですけど。希望？それじゃ2じゃないじゃん。ちょっとじゃあいいですよ、あのじゃあどういう写真集がいいとか、なんかこんなコンセプトがいいとか、なんかもうちょっとそういうのあったら。茂木さんの意見聞いてないです。おすすめのアングルがあって。ほう、マジで、どれですか？どなんかこう、え、やっていいの？ちょっとお願いします。なんか、ですか、正面の顔はあんまり良くないけど、ね、モザイクとか大丈夫ですか？なんかこうやってやってるとか、振り返ってる顔が一番いいと思う。え、そう？じゃあもう振り返りオンリーにします、ね、全部振り返った写真で、あの正面から見たいよ。白いあのシーツをこうやってやってフライデー、もっと振り返ってる感じ。あ、もう真後ろにこれが、なんかちょっとイメージ湧いた。分かった。で、ここからちょっとハミ乳が出てくるぐらいのやつですか？それは、そう、あ、まあ、出ればいいんですよ。出ればいい、出ていいかい。それが1947-09-3、次は水着も入れたらもっと売れますよ。水着寄せてさ、
そうですよ。コスチュームと水着はやっぱ違うんですかね。違うんですか。いや多分ファンからすると多分いうのが前回の回で出てきたと思います。前回ねこの芋餅と大根餅が何やってるんですか。いつまでやってるんですか。あの前回あの芋餅と大根餅の話題が出た時に芋餅持ってくるって言ってなかったっけ。そうなんですけど、あの誰も分かんなかったんで、あ、はい、僕ちょっと調べてきましたよ。これは、まあ、地元なんで今日この先週ここで食べたら似たようなの出てきましたよね。マジですか。言ってたね。ね、うん、チーズだったけど。なんでそれを早く言ってくれないんですか。言ってたよ多分。注文じゃあ今日のこの回の前に注文。これ出ましたね、平田さんの調べすぎる悪い癖が。芋餅についてここまで。知ってました。芋餅は北海道、和歌山県、高知県および岐阜県の郷土料理と。ただし同じ名前でも使用する餅の種類や製法が異なるってことで、多分。スタンダードな芋餅、多分こんなイメージですよね、多分みんなが、ね、この、そう、これはね、いろいろね、ヤフー画像で調べてたら、いっぱいいろんな餅があって、なんか揚げ木の後にはきな粉がまぶしてある餅が出てきて、それ、なんか違う気がしますね、そう、邪道ですよね、完全にあれですよ、きな粉餅じゃん、そうそう、酢豚にあのパイナップルを入れるのと同じぐらい邪道ですよね。北海道では、芋餅、別名、芋団子とも呼ばれる、ね、明確な区切りはないが焼いたものを餅、汁に入ったものを団子と呼ばれる。これどうですかね、沼さん、北海道の沼さん。いや、ばあちゃんとか作ってくれましたよ。はあはい、まさにその通りですね。餅と団子の区別はもうこの通りだと。はあ、芋団子って呼んでましたよ、ね、ああ、なるほど、はあ、なるほど、軽泥って呼ぶか、泥系って呼ぶかみたいな感じですね。なるほど、和歌山、高知、通常のもち米で作る餅に蒸したさつまいもを混ぜて突き上げる、中にあんが入りきな粉をまぶしたものがポピュラーであるということですね。通常のことであるというのは、まあ、あと飛ばしましょう、はい、で岐阜です、通常米を、炊く要領で皮を剥いた里芋と米を一緒に炊き上げる。炊き上がったものを棒などで潰して混ぜ合わせ、それを丸餅型に成形するってありますね。すいません、注文どうですか。杉山選手的に一番こう餅チーズ、はい、餅ベーコン、餅チーズ、丸いやつ、カマンベールポテトです。4つください。あ、ハイボールください。ハイボールない、誰も聞いてないから。そうですか。まあじゃあいいです。聞いてますよ。芋餅のイメージは多分今から出てくる、ね、商品が多分近いものが出てくると思うので、シアが好きなのが一番近いから、それを皆さん、僕はいろいろ調べましたけど、はい、それを皆さん見てください。谷具77さん、はい、杉山選手声も可愛いと。声もこれやっぱ写真集じゃない方がいいんじゃないですか。あ、そうですね。次回の DVD がいいんじゃないの、やっぱ。声優行きますよ、イメージビデオ。なんだっけ、入場は歌を歌おうと思ってるんですよ。お、マジですか。いや、と思ってるんですよ。はい、歌いましょう。カメラ弟みたいな。いやあれはでも長すぎる、終わった後じゃないですか。終わった後、そうだね、そう。でも私はホッとする前にやるっていう。マジですか。歌とか自信あるんですか。マジですか。あります、はい、わかります。よっしゃ、行きましょう。練習の場として使うんですか。試合を歌の。いや、それいいですね。あ、ちょっとユーストリーは170473、まさに B 型っぽいと。あ、そうですね。
皆さん、そして大根餅の方なんですけど僕ね、これを調べてて驚愕の事実が発覚。何ですか大根餅って？どこの料理だと思います？わかんない全然。どこ？そういうやつ、郷土料理。モンゴルから来たみたいな。海外？近いです。中華じゃないの？まあ、知ってました？そうか。あれ？あ、でもそうかも。そっか、中華行くとあるもんね。もともとは広東料理の一つで、お正月へお会いの際に各家庭で作って配るものだったそうです。なので家庭料理というかお祝い料理ですねっていう、だから、ね、おせち料理に多分近いね。大根餅ね。今でも広東地方では一般家庭で作っているところもあるそうです。ということで、ただですね、まあ、ちょっと時間もあれなんで飛ばしますけど、別に中国全体でこう食べられているものじゃなくて、あくまで広東地方で食べられているもので、広東料理、で広東っていうのがすごくこう、まあ、先を行ってる地方だったから、それがこう割と日本にこう入ってきて広まってるって、そういうですね、驚愕の事実が判明しました。驚愕しました、今。でも最近作ってるんですか？作ってないです。作ってる。作っときましょうよ。嘘をつくな。作ってる。大根餅は、はい、ちょっと2週間ぐらい空いちゃってますけど、はい、芋餅は先週作りました。マジですか？でも2週間半ってそんな空いてないですよ。多分大根餅リスで行くと多分日本で4番目ぐらいのあるじゃないですかね。なかなか結構大変だから。なかなか。まあ、これはですね、完全に多分みんなが忘れた頃に芋餅が来るパターンですね。まあそんな芋餅の登場を待ちながら、はい、次の話題に進んでいきましょう。でちょっとコメントいいですか？はい、同じ方1704の長野さん、多分さっきの 歌だと思うんですけど、まあ楽しみ、ももクロかなと。でさらに次買ったらファイト&ライフの投資決定と。あ決定なの？この人はなんかファイト&ライフの投資に乗せてくれるの？なんでファイト&ライフなんですかね。なんか意味あるんですかね。ファイト&ライフぐらいしかないから、雑誌は。ゴングは？ゴンガクの表紙は難しいから。いやー、ゴンガクの表紙いきましょうよ、ね、全員で頑張れば。川尻さんでさえ表紙にならなかったあのゴンガクの表紙もらっちゃいましょう。そうなんだ。何回かな。1月4日 の UFC の後で、ゴンカクの歌をオリジナルで作っていけばいいんじゃないですか。それじゃ意味がちょっと趣旨が違っちゃう。いや、すげえ媚びってんだね。あ、いいですね。ドンキホーテを混ぜて、ドンキホーテをゴンカクに変えちゃう。ドンキホーテまでスポンサーにつく可能性ありますね。それでいくと行きましょう。ゴンゴンゴンって言ってることが違うけど、行きましょう行きましょう、それで行きましょう。そうだ、もう言える範囲でいいんですけど、なんかどういうジャンルとか誰の歌で行こうかなみたいなってこう考えちゃったりとかするの？あ、歌ですか。はい、ももクロちゃんです。おももクロちゃんでもこう5人いるじゃないですか、はい、あれ一人で歌うの息継ぎ、試合始まる前にもう呼吸がそうなんですよ。肩で息してんなあいつみたいな。あ、そうなんだ。隣にもう一人女性がいるじゃないですか。歌を歌える人がもう一人いるじゃないですか。私が歌う。あと1、2、5人ですか。5人。あと3人必要ですね。あと3人女性。吉田雅子さん。おお。試合出るかもしれない。大谷優子さん。はいはいはい。大谷優子さん。いいですね。あと赤の瞳さん。赤野さん歌えるもん。あ、そうなんですか。いや、そういう、まあ、歌えるかどうかはあれなんですけど、この声はだから。あ、そうなんですか。すごい綺麗な声。曲作ったりとかも。いや、でもそんなすごい綺麗な人が歌っちゃったら、だって杉山選手が歌はあれじゃないですか、しょっぱい感じになっちゃうから。深夜を引き立てないとね。引き立てるようなバックコーラス的な感じで。いや、深夜が全部一人で歌えばいいんだよ。そうですね、アップ代わりに。そうそう、アップ代わりにね、そこで上げて、そうそう、息上げするって。ちょうどいいな。息上げかいね。そこまで息が広がる。そうですね。新しいアップ方法。はい、1704の青さん、じゃあサイリウム持っていかないと。あ、そうですね、ピカピカ光るやつね、はい、いっぱいいろんなの。これなんですか、ももクロネタなんですか、これ。サイリウムは、まあでもももクロすごいんです。ライブとか。あ、サイリウムでこれのこと、あれサイリウムって言うんですね。そう。僕なんだか光る棒
って今までずっと言ってました。サイリウムって言うんですね。分かりました。そっちの方が通じやすいかもしれないですね。サイリウム、これからちょっとサイリウム。光る棒。光る棒。棒を振りましょう。趣味、寝る、あと絵を描くっていうことですね。はい。どうなんですか、その後なんかやっぱり絵描く機会とかってなんかあったりとかするんですか。ないです。あれ一番最近絵を描いたのっていつぐらいの話なの。最近は1月ぐらいかな。あ、結構最近なんですね。1月。でも絵の具、アクリル絵の具じゃなくてクリーパーズ、はいはいはい、チョークみたいなやつ、はいはいはい、で描いた。ちょっと多分もうお忘れの方もいらっしゃると思うんで、もう一回ちょっとどういうジャンルの絵が得意なのかってちょっと教えてあげてもらえますか。どういうジャンルの絵っていう、まあ、まあ、ジャンルっていうか顔とか、はい、人の顔とか、はい、キャラクターとかをいろんな色でぐちゃって描くのが好き。はいはいはい。結構油絵で使うようなやつを使って厚塗りでやっていくんですよね。あれなんですよ、ぜひその絵を持ってきてくださいって話をしたんですけど、うん、どうやら持ってこなかったらしいんで。まあでもあの作品は色持ちも持ってこないし、何一つ持ってこない。スケボーの方も開けちゃったんで。開けちゃったんですか。そうそう、帰ってくる前に開けちゃった。じゃあちょっと次のこの番組に出る前に番組でこう発表するように何か絵描いておいてください。うん、3人の顔。いや、ま、何でもいいよ。何で、そう、それでもいいです。3人の顔が。ああ、じゃあお願いします。ぜひお願いします。世界道からやりましょう。世界道から中継ですか。湯沢屋とか世界道とか。やたらマニアックになってきますね。わかりました。まあそれでね、僕あれなんですよ。いろいろそのね、格闘家と絵とのその絡みをですね。いろいろ調べていくうちに、いろいろいますね。絵を描く格闘家は、もう超一流になるっていう驚愕の事実が判明したんですよ。誰、例えば。また調べすぎる平田さん。じゃん。最強のキュート、エミリア・エンコ・ヒョードル・ガハクのイラスト大全集。マジ、そんなに描くの、あの人。これは苗場に書いてあったんですね。これいろんな絵があって、これ本当にヒョードル選手のオフィシャルサイトに本当に載ってるんですよ。可愛いかも。ちょっと可愛すぎません。ここに書いてる、ここにあるコメントはそのナイバーにあったコメントをそのままコピピしてるだけなんで、あれなんですけど、いろいろありますよ。僕全然アーティスティックな才能ないんで、この絵がどうだとかあそこが素晴らしいとか全く分かんないんですけど。来たよ。あ、芋餅です。ありがとうございます。芋餅です。これです。これが芋餅ですね。じゃあ先にこっちやります。はい。杉山選手的にこのなんかこの絵が私のそのアーティスティックな感性に引っかかるっていう絵あります？もしくはなんか全体的にも。これとか。これかな。耳の尖った男かな。僕全然わかんないんですけど、こういうこの絵ってどう映るんですか。その絵好きな人に見ると、あ、素晴らしい絵なのか。よくわかんない。でもなんか真似してる絵が多いと思う。あ、オリジナルをなんかヒョードル的になんか真似してる絵が。うん、これとかすごい可愛い。なるほど。これ耳の尖った男って書いてあるね。ヒゲもじゃ。耳は獣のように大きく、一見なんだ、もう、なんだ、どう猛な印象を与える男だが、その表情は、何に満ちて、あ、憂いに満ち、何かに怯えているようだ。それは強く見える人間も常に不安や恐怖を抱えている。この絵はヒョードル自身を見事に表現している。ヒョードルが創作したってことなんですかね。創作して描いたってこと。知りません。ネットで僕話されました。ネットでコピペして、あとヒョードル選手のサイトに載ってたっていう、その事実。どうですか、茂木さんとかなんか見て。全く分かんないですね。なんか印象に残る。全く何とも思わないですね。印象に残る。なんか こんな絵あるよねみたいな感じじゃないですか。なるほど。まあ、日本だったらウィッキー、そうそう、ウィッキー選手がすごいじゃないですか。
まあじゃあこれ大しても出会わなかったんですけど、ヒットさんも書くんですよね。あ、そうなの。芋餅食いました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 。こんなにヒョードル選手のように食いつきが悪いと思わなかった。そうですね、なんか意外とそんなに もっと盛り上がると思う。あのヒョードルがあってくると思ったの、ね、あのヒョードルだと思ってみたら、あ、なんだみたいな。いただきます。まあまあじゃあいいでしょう。あ、ちょっとじゃあ芋餅食べてご感想なんか。ご感想、芋餅じゃないんだけど。美味しい。美味しい。砂糖醤油みたいので加わるんですか。はい、はい、これどうですか。なんかあのグルメ番組だと思って、なんかちょっとコメントちょっとお願いします。口元今映ってます、うん、口元がいやらしく映ってます。うめえ。うわー、これはリトルウィングの宝石箱や。絶対失笑が絶対採用されないですね、これ。すげーうまい。まあでもね、こんだけね、すげーうまいよこれ。あ、落ちちゃう。どうですか、もぎさん、これいくらぐらいしそうですか、これ。いくらぐらい。はい。240円ぐらい。本当に近目を言ってくる。本当に分かんない。本当に番組とは何たるか分かってない人ですね、茂木さんは。まあいいです。じゃあ番組はもう各自調べて、あの値段は各自調べて。本当に美味しい。まあそうですね。食べて僕もキャラもうあれですよ。これも食いたいし、これも食いたいし、まあちょっと番組終わるまでちょっと我慢することにしましょう。これめっちゃ美味しかった。ラスク、そうですね、ラスクも食いたいですね。まあまあいいでしょう。まあちょっとさっきから話も出ましたけど、杉山選手整えましょう。整えていきましょう。散らかった感情。まさか240円って言われると思わなかったですよ。え、そんなに。この流れ的にもう分かってんだろう、さすがの茂木さんもって思った僕はバカでしたね。もう次回からもう全て台本に書いておきましょう。まあそれはいいです。杉山選手、この間の水曜日にですね、次の試合、あの記者会議があって発表されましたね。うんうん、あの橋貴洋選手との試合決まりましたけど、うんうん、まあ、率直な、試合、決まった時の、 あの試合、対戦相手のオファーが来た時の感想をちょっと教えてください。率直に言うと、はい、ついにって感じです。あ、もうなんていうかボスが出てきたみたいな。ボスが出てきた。あ、まあそんな感じですね。ハジ選手ってもうここ何年も試合やってないんですよね。あれ、この間、あ、そうだそうだ、韓国でやってたんだ。そうだそうだ、すいません松本さん、ありがとうございます。松本さんに訂正をいただいて、そうですそうです、ロード FC で試合やったんでしたね、確かね。2年ぶりぐらいだったみたいですね。それが確か2010年ぶりぐらいの、はい、朝銀さんから、はい、チケット買いましたと。おー、早い。さすが朝銀さん。今日発売とかじゃないですか、ね、いや朝一発売です。でもですね、素晴らしい、松本さんもねフィットネスショップでチケット買ってきたらしいんですよ。今日、はい、T1 で。もう松本さんに至ってはコメント書き込んでないのに僕名前出しちゃってますけどね。あ、T1 ですか、すいません、失礼しました。ありがとうございます。二見社長にどうもすいません。フィットネスショップって言っちゃいましたね。そうなんですよ、発売日に2人も買った人がもうあれですね、多分もう女子格ファンからすれば、女子格ファンからすればもうあのご存知だと思いますけど、橋選手って言ったらスマックガール時代からのもう超興行ですよね。超興行、違う、超強豪、超強豪ですよね。すごい大会みたいな。やばいぞ、今日はもう明らかにリズムがおかしいですね。こんな平田さんに女性2人自由だ、平田さんお疲れ様ですと。あ、どうもありがとうございます。さんからありがとうございます。ネギ代がどうもありがとうございます。ありがとうございます。確か茂木さん、確か橋選手は日本人選手にほとんど負けてないって。そうですね、はいはい、ほとんど負けてないですね、ハルキリーの時から。そうですね、赤の選手に1回負けたきりですよね。そうですね、はい、で多分総合の戦績だと 2回ぐらいしか多分負けてないんじゃないですか。2回か3回ぐらいしか。そうですね、外人に多分2回ぐらい負けてるかな、はい、っていう
なるほど、まあ、ついに出てきたって感じで6さんにも勝ってましたね。あの僕びっくりしたのがツイッターにも書いたんですけど、僕たまたまちょっと当日ディープジームに言い合わせたんで記者会見もちょっと同席させていただいたんです。あれたまたまだったの？たまたまなんですよ。あれ別に本当あのさすが平田さん、違う、僕たまたま佐伯さんと打ち合わせあってディープ事務所に来たら、あれなんかすっげえ綺麗な人入ってきたなと思ったら、いや石岡さんですよ。いや石岡さんですよってちょっとおかしい、僕のコメントおかしいですね今のね。あのあいや綺麗綺麗でした石岡さん。あいや石岡あれなんで石岡さん来たんだろうと思ったら、今日これから記者会見だって言い始めた。ああそうなんだと思って、それでたまたま記者会見出たんですけど、あのびっくりしたのは、あの熊久保さんが杉山選手の囲みの時に、あの世代交代のこととか意識されますかって聞いて、杉山選手がいやあんま関係ないと思いますみたいなコメントしたのに、杉山選手が引っ込んで、あの橋選手が出てきて、橋選手の囲み会見の時に杉山選手は勝って世代交代だって言ってましたっていうのを見て、本当怖いなと思って、マスメディアってマスコミュニケーション怖いですね。マスメディアって怖いなと思いましたね。世代交代だって聞こえたんじゃないですかね、久保さんに。久保さんの耳には。なるほど、怖いですね。なんかどうなるか、何がどうなるか情報っていうのは怖いですけど、なんかあの記者会見の中でもちょろっとあの佐伯さんがお話しされてましたけど、今度のタイトルマッチは新設した階級で、森さん何キロなんでしたっけ。 61.2 です。 61.2 っていうことで、はい、まあ、UFC の体重にちょっと近づくっていうことで、そうですね。で、佐伯さんが UFC への参戦も後々視野に入ってくるんじゃないか的なコメントもありましたけど、杉山選手的にどうですか、その、将来的なこととかもいろいろ脳裏をよぎったりとかってしますか。そうですね、まあ、MGM グランドで、はい、グランドで試合できたらいいなって思ってるんで、そうですね、まあ、っていう、なんて言いますか、宣言をしましたんで、そう、ぜひ、なるほど、旦那さんと二人でできるようにっていう、歴史に残るようにMGM に連れてってくれるみたいな。そうそうそう、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ私を連れてって。そう。ごめんなさい、ちょっと僕今分かりきってないですけど、でも次に行っちゃいます。そう、見えてます。そう、そう、見越してます。すみません、ありがとうございます。はい、UFC だとバンタムですね。女子バンタム。そうですね。なんで名前こうなってるんですか。いや、UFC ってそう、男も女も同じ階級なんですね。いやでもその方が分かりやすくていいと思うんですけど、まあ、体重が違う。そう、体重も階級の名前も全部一緒なんですよ、男と女。それの方がいいと思います。バルキリーとかもそうしてたんですけど。なるほど。え、ライト級って言ってる52は何なんですか。あ、そう、ジュースだけ。ジュースとかシュートだけちょっと違う。そうなんだ。そうなんです。独自の呼び方。まあ、いろいろありますね。じゃあ、56キロって何て呼ぶんですか。ライトの次は。フライ。ライトフライバンタム。あ、じゃあ、ライトフライミドル。UFC ですか。ディープジュエルス。ディープジュエルスはないからね、56は。はい、呼んでないけど、ミドルだから、なんでウェルトかな、ね、まあちょっと、ここの会話は多分視聴者の皆さんには聞こえてないと思うので、次に行きますよ。結構橋さんが杉山選手の印象のところで結構ベタ褒めだったじゃないですか。すごく鼻がある選手で、フィニッシュもあって、なんか多分ディープジュエルスから見ると理想的な選手なんじゃないかっていう話もされてましたけど、同じの感じで杉山選手から見た時のその橋さんの選手としての印象みたいなのなんかありますか。そうですね、堅実っていうか、小泉さんとセコンドの人ね、小泉さんとすごい息が合ってて、はいはいはい、やっぱ言ったこと絶対やってるから、あ、なるほど、ハンドいらないって言ったらやらないし、あそこはここを抑えて
抑えてカウントドローみたいな。なるほどなるほど。だからそう、もうセコンドの立てた作戦通りにもきっちりこうやってくるような、そう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 、勝つための戦いをきっちりやってくるような、はい、ああなるほど。そういうすごいちゃんとした人だと思う。ちょっとあの僕番組直前の橋選手の試合の動画を見てみたんですけど、打撃も結構アグレッシブで、結構パンチもすごい伸びてやっぱ強いなって思ったんですけど、なんかこうどういう戦い方をしようとか、なんかそういうのがもしまあ言える範囲でいいんですけど、そうですね、もしあれば、はい、アブダビ予選とかでも活躍してる選手だから、はい、やっぱ寝技でつけられちゃうと困るんで、はい、そこはそうですね、まあ、できないところが私は多いから、その分を打撃でカバーしてやってつもりです。なるほど。もう杉山選手ってあれじゃないですか、もう打撃で結構ガンガン前に出るタイプだっていう僕らは印象はあるんですけど、結構だからあの橋選手の試合を見たら結構打撃のもしかしたらバチバチな試合になる可能性もあるのかななんて思ったりとかしたんですけど、予想では橋選手は4つ組んでくるつもりような気がするので、はい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 、そこですかね。なるほどなるほど、そんな真っ正直には打ち込んでこないんじゃないかって、うん、なるほど。まあちょっとこの辺が本番でどうなるのかっていうのもちょっと見どころの一つになりますけど、まあ多分こうマッチメイク的にも相当これ多分ね、女子格ファンからすると相当多分勝負論的にもすごい興味ある試合だと思うので、楽しみにしてるファンも多いと思います。ちょっと最後にちょっとタイトルマッチにかける意気込みみたいなのをちょっと一言だけいただけると。そうですね、タイトルを取ってベルトを巻いてチャンピオンですっていうキャラクターではないんですけど、いやいやいや本当でもそれがゴールじゃないから別にそこのキャラにはまらなくていいと思ってるんで、はい、本当に私がちゃんと力をつけてるのかっていうのを橋選手がきっと見せてくれると思う。なるほどなるほど。そういう試合をミスがない試合をしたいです。なるほど。じゃあもしかしたらちょっと自分がどれだけこう強くなってるのかをこう分かるような試合になるかもしれないというか。そうですね。じゃあちょっと楽しみな気持ちももしかしたら。めっちゃ楽しみです。おお、そうすか。はい、あ、楽しみですね。そんな、杉山選手の次戦ですけど、茂木さんいつどこでやるんでしたっけその試合。はい、5月18日新宿フェイス、はい、11時半からです。なるほど。昼間です。チケットの販売が今日からだったんですか。今日発売です。すごいですね。皆様各種プレイガイド、あと、チケットショップ等々で販売されてますので、はい、杉山選手もね埋まってると燃えるという話が冒頭に出てまいりましたので、ぜひ皆さん選手の皆さんが燃えるように新宿フェイズの会場中を、はい、埋め尽くしていただきたいと思いますので、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。タイトルマッチです。よろしくお願いします。今回もタイトルマッチです、ね、はい、というわけで、はい、あっという間の1時間でした。そうですね、本日は杉並高円寺にありますリトルウィングさんより公開生放送でお送りいたしました。あっという間ですね、はい、そして次回は来週4月5日20時からの配信となります。お近くの方はぜひ収録会場のリトルウィングにも遊びにいらしてください。はい、茂木さん、はい、次回のゲストはどなたになるでしょうか。はい、先日の大会でも勝ちました藤森幸子選手です。おー、藤森選手ですか。デスマッチ好きのね。デスマッチ好きのはい、というわけで本日のゲストは杉山静香選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。視聴者の皆さんもありがとうございました。次回来週、4月5日に高円寺リトルウィングでお会いしましょう。はい、それではまた来週、さよなら、ありがとうございます